ネイサン・アダムズはディナーボーンとも呼ばれる英国のゲームプログラマー。2012年3月からモージャンスタジオでゲームマインクラフトの開発に携わっている。1991年7月23日にイギリスのシュルーズベリーで生まれた。メスンボットの作成を通し10歳でプログラミングを学んだという。中学卒業後、大学を中退し、 小さなウェブ開発会社に就職。その後、カーズに雇われ、Minecraft サーバーを変更する、クラフトバキットを作った。その後、モージャンが、クラフトバキットチームを掌握し、同盟の API を採用した。これにより、Mod 開発者は、Minecraft のゲームファイルに簡単にアクセスできるようになり、一般有事による Mod の作成が進むようになった。 彼は2012年2月28日にモージャンに移り3月27日から業務を開始した。2015年10月に一度それまでのマインクラフトでの作業を中断、新しいマインクラフトランチャーの開発作業に取り組んだ後、2017年2月に再びマインクラフトに復帰した。彼は現在ゲームのテクニカルディレクターを務めている。 モージャンのプロジェクトマネージャーであるアレクサンドラゼイジャックと結婚。2016年10月2日には一人息子が生まれた。なお、アダムスは積極色揮網を患っている。2019年3月21日、アダムスはスウェーデン国籍を取得。ありがとうございます。